そんなわけでございまして、今週は、はい、桜学園の3人に来てもらっております。ちなみに、ゆいたん、はい、最近これはきついと思ったこと、はい、ありません、うん、毎日楽しいです。すごい、何にもきつくないって。すげえなー、いいねー。ないです。ほんと、なんか、あの、駅の階段とかきつくないですか？大丈夫。卒業、桜学園を卒業するときって、うん、その3月31日をもって、うん、はい、なんかこう、みんなでどうもありがとうみたいな、なんか謝恩会みたいなのってあるんですか？なんかこう、卒業式があるんですよ。卒業式があるの？桜学院で。え、うん、はい、そうなんです。え、それで何、卒業、ごめんなさいね、俺作業苦手なんで。卒業証書、卒業証書をもらって、うん、で、泣いたりするみたいな。なんか、その、うん、卒業式で掃除とか冬至とかそういうのあるじゃないですか、はい、あんな感じでリアルに、はい、そういうのやって、はい、卒業証書もいただいて。じゃあ何、本当に今バーカバーカとか歌うんだ？歌います。はい、そう、旅立ちの日に、ね、うわ、桜学院バージョンで歌ってるよね。なるほど、ね、そうなんですよ、去年リリースさせていただいて。2人も2年後には今になるわけじゃない、別れの時計みたいな。今じゃないですか。ね、ちょっと、うん、やだっつったって、これ決まりだからね。そうですね。成長期限定ユニットだから。まあ、もう死の子の言わず出てってくださいよ、本当。もうひどい、もうひどいじゃない、だってしょうがないじゃない。ねえ、いや、その、じゃあ、そういうことじゃなくて、そういうことになりますよって、それは桜学院だけじゃなくて、うん、今の中学1年生みんな3年生になれば自動的に中学が卒業するわけだから、うん、しょうがない、これはね。どんどん大人になってくんじゃねえか、うん、やだやだじゃねえよ。ピーターパン症候群か。見て見て、また症噛んじゃった。本当にね、大人になりたくない。やだ。あ、そう、大人の世界も捨てたもんじゃないですよ。楽しいよ。え、でもあれだよね、領収書でどんどん飯食って出る。領収書でね。なんかあれなんですよ、ゆいちゃんとか、いや、ゆい大人だからとかよく言ってるよね。大人。実は、ね、こう見えて。そうそう。例えばどういうところが大人なの？大きいから。大きい。な、何が大きいんですか？身長が。ね、大きいよね。大人同士なんだよね。物が大きい。これなんですか？桜学院ギャグなんですか、これ？全然わかんないけど。ちなみに、あのね、皆さん、まあ中学生ということでございまして、最近のその中学生事情、聞いてみたいんですけども、うん、携帯とかって、みんな持ってんの？普通に。持ってます。普通の携帯？大人が使ってる。スマートになっちゃって。ちなみに家とか帰ったらパソコンとかやんの？パソコンは全然やんない。あ、やんねんだ。ああ、そうだよね。まだそんなにパソコンを使わなきゃわかんない仕事とかないだろうね。うん。メールとかっていうのはじゃあ普通に。でもあれだよね、スマホでいろいろできちゃったりするから、あんまり使わないかもしれない。会長。なんだその課長怒った顔は。スマホは何でもできるのかい。違いますよ。なんか今さぞかしスマートなんでしょうな。いやーすごいな。どうなるんですかね、日本はね。日本なんでしょう。皆さんが子供とか産んだ暁にはあれですよ、もう何、22、確実に22世紀まで生きてやがるのか。お前らは考えてみれば。ちょっと待ってよ、今2013年だっけ、うん、2013年。22世紀まであと87年ぐらいでしょ。あ、87年は死んでるな。何それ。いや、だって87とだって13とか足したら 100？ ちょうど100です。100歳でしょ。死んでる死んでる。生きてますよね。生きてたとしてもヨボヨボでしょ。まあそうですね。22世紀にはそっか、皆さんもヨボヨボだ。よかった、なんか嬉しい。しおりちゃんと死んでるよ。でも医療が発達して、そっか、元気に。そうだ、全然年取んなくなる。血が上がるかもしれない。すごいね。なんかわけのわかんない薬とか開発されるかもわかんない。100、まあ大体50ぐらいまで。150が平均寿命みたいになっちゃって、うわー。
すごい。ありえないことはないですよね。ないよ、だって医学の進歩も半端ないからね。もはや、すげえな。でももしかしたら、あれかもしれないもんね。だってほら、まだ、あの、皆さんほら、就職とかね、まだこれから考えてたりするわけでしょ、もっと先。もしかしたらさ、ね、あの、モアモアとか、医者になるかもわかんなくてさ。薬剤師やってみたいんですよ。薬剤？薬剤師。薬剤なりたい。薬の調合とか楽しそう。ああ、薬剤師ね。はいはいはい。まあ、楽しそうっていうか、別にそんな、あの、なんか、あの、遊びでやってるわけじゃないから。いや、だから、それで、もしかしたら、あの、ママが、その150歳まで生きる薬を開発するかもわかんないじゃないですか。ああ、すごい。よろしくお願いします。わかんないですよ、これ。すげえ。そんなわけでございまして。さあ、ちなみにですね、桜学院の皆さんでございますけども、サードアルバム、桜学院2012年度、マイ・ジェネレーション、これ、グラ・ジェネレーション、これは好評発売、好評発売中でございます。おめでとうございます。まず、サバンが、私たちが学校に行っている様子、学校の登下校、登校の様子なんですよ。で、クバンが学校の中にいる様子、で、授業中、はい、で、ラバンが帰宅している感じで学校行って、授業受けて、学校行って帰ってくる、はい、ちゃんとストーリーがあって、はい、そんなわけでございましてですね、はい、じゃあですね、もろもろ様々な話その他してきましたけども、はい、じゃあそろそろこの辺でと、はい、いうことでございますね。帰らない。あー、じゃあ寝てたやろ今。帰らない、まだ帰らないじゃねー、まだ朝。じゃあ、桜学院の他の皆様にもよろしくお伝えくださいと、はい、ありがとうございました。